爆笑ですけどね。触りたはい、どうもこんにちは、翔平です。今回はめちゃくちゃ久々に街の女性に聞くメンズの好きなショートヘア調査やっていきたいと思います。最後にやったのが22歳の時のあの海での調査、あれ以来のめちゃくちゃ久々の企画なんですけども、今回はこちらの6種類のメンズの髪型を聞いていきたいと思います。一応トレンドも入れたり、まあ昔から流行りのスタイルも入れたりとか、やっぱりね女子受けが一番大事だと思うので、早速ね今あの渋谷にいるんですけども、渋谷の、女性の方々にインタビューして、調査していきたいと思います。今回この6個の髪型の中で1個自分を混ぜてます。ちょっとねあの久々で緊張してるんですけども、やっていきたいと思います。はい、じゃあ一組目の、女性の方に聞いていきたいと思います。今から見せる、6つの髪型で彼氏にしてほしい髪型とか、まあ、かっこいいなって思う髪型選んでください。はい、じゃん。決まりました。決まりました。私4番。4番。4番と1番。おお。じゃあちょっと順番に聞いていきます。まず1番は何で？かっこいい、爽やかな、うん、はい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 。じゃあ2番はどうですか？サラサラマッシュ、いいよね。いいけどセットした方が好き。そうそう、ああ、サラサラすぎてもな、あ、ね、なんかワカメみたいな。3番のこの刈り上げ系はどうですか？顔がねかっこよくないと似合う。次4番、じゃあセンターパートはなんか普通に自分の好みで顔が全部見れるのが好き。うんうん、ああ、やっぱり顔が隠れてるよりしっかり顔が見えてた方が、うん、なるほどなるほど。じゃあ5番のこのすごいうねうねしたツイストスパイラルって考えた、うんね、見たことないです、まだ現実で。あ、そう、学校とかでいないですか、こういう今見せた感じの？いない。あ、いないか、そっか。どういう系が多いですか、逆に学校の男子は？マッシュってやつ、うん、マッシュ、2番。ああ、サラサラっぽいやつ。あんまじゃあ動かしてる人はいない、うん、じゃあ6番のこのスキンフェード、結構この刈り上げが結構深めなグラデーションになってる髪型は見ないかもね、あんまり、うん、全然見たことないかも。ちょっといかついなって感じ。ああ、それにちょっとネックレスとかつけてたらおーってなっちゃう。なるほどなるほど。じゃあどっちかっていうとやっぱこういう清潔感の爽やかな感じ、うん、王道な感じ、王道な感じで、なるほど、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで2組目の、女性の方です。よろしくお願いします。どうでしょう？ない、ない。カバカンマッシュです。1番、1番。お二人は4番。ない、ない。じゃあ3、あ、3番、3番。なるほど。ちょっとじゃあ順番に聞いてみます。まずタバガンマッシュはなんでこれを選びましたか？なんか一番なんか、私ナチュラルな感じが好きで、サラサラすぎるのもちょっとあれかなって感じだから、あ、逆に、はいはい、ちょっとなんかそのままにした感じのがいいかなって思います。そこまで動かさなすぎずみたいな。そういう感じがいい。なるほどなるほど。にどうです、ナチュラルすぎる。最近の男子高校生2番多いかなっていう印象だったんですけど。それはあります。やっぱクラスの男子とか多いですか？あ、でも男子はあんまりいない。男子少なくて。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあこの3番の刈り上げ系は、あ、いい、あ、いい、似合ってればかっこいいかな。お、短髪大好き。あ、短髪好き。長いのより短髪の方が。なるほど。で、さっき4番、あ、4番は一番爽やかかな。清潔感大事ですよね。なるほどなるほど。5番はどうです？すごいこのなんかうねうねした感じ。いいと思います。好き。そんなやりすぎ感はない？あ、私は別にない。うん、似合ってれば何でもいいです。あ、なるほど。髪型はそんなに、じゃあ、わかるけど、まあ、どれって言われたら1番強いなら、なるほど、1番。じゃあこの6番のすごいめっちゃ刈り上げ深いやつは似合ってればね。似合ってれば。ああ、なるほどなるほど。けどその髪型単体として見たら、すごいなみたいな。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、3組目の、の女性の方に聞いていきたいと思います。ないって顔してた。ある？ない。まあ、強いって言うならみたいな。OK ですか？5番。5番。くるくる。ツイストスパイラル。はい。と。
2番さらされました。おお、1番はどうですか。あんまりです。あんまりツンツンしてるのはあんまり。やちょっとやりすぎかなっていう感じ、うん、なるほど。でさっき選んでいたのが2番どうしよう、金髪だったからで選んだ。そうなんですね。金髪のサラサラマッシュは好きです。あえ、じゃあこれが黒髪だったらダメですか。マッシュ、黒髪は違う。違う。髪型で選んでないですよ。なるほど。あでもこの中でだったら強いて言うなら2番、はい、じゃあ3番の刈り上げ、こうがっつりた感じはヤンキー、ちょっとやりすぎな感じ。怖い。あ怖い。なるほど。怖い。なんか触りたいですけどね。触りたい。あここのもみあげのセットやりすぎかなっていうところですかね。じゃあ4、じゃあサラサラな感じで言うと4番はどうですか。あなんか何なんて言ったらいいんだろう、はい、なんかセンターパートは違います、うん、違います、なんでだろう。結構今流行ってる髪型だと思うんですけど。なんか多分流行なんだろう、いすぎてゲシュタルト崩壊みたいな。ゲシュタルト崩壊してる。逆にじゃあこの中なかったらロン毛とか。どんぐらいのロン毛ですか。片下ぐらいの。もう結構全然ロン、どこまででも、どこまでもメンズで。でも、はい、なんか全然似合ってればだけど、まあ、それはそうだけど、でもまあこんぐらいロン毛が好きで、うんうんうん、パーマあり、パーマなし。いや、サラサラが好きだ。サラサラってロン毛で金髪。いや、ロン毛だったら黒がいい。あ、ロン毛だったらいいんですけど。はいはいはい。なんか結構こだわりがありますね、だいぶ。難しい。いや、でもいいことだと思います。なんか、ハウルみたいな人が。あナナの匠、ナナっていう漫画の。あ、わかる。めっちゃ見てました。はい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 。はい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 。一番好きなのです。まあ、あれが理想です。なかなかいないですよね、ああいうメンズは。あ、でもくるくる。あ、さっきのやつ。はい。犬、プードルみたいな。か、もう、え、はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕ずっと都内住んでるんですけど、今日の初めて宮下公園来ました。すごい女子高生多いですね、うん、こんな若い人多いとは思わなかったです。てか広いですね、めちゃめちゃ。行っていきましょう、はい、久しぶり。久しぶり。久しぶり。ジャパニーズヤングスタイル。ナイスナイスナイス。本当は女性に聞いてるんだけど、どれが好き。あIt's me! Yes! 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 あ、でも同じだから、うん、あやっぱセンターパートが好き。ありがとう、yeah. はい、ということで4組目の、女性の方です。よろしくお願いします。どうですか。まだ決まってない。そう、絶対決まったら教えてください。4番1番1番そうなんだ。おやっぱ1と4人気ですね、めちゃくちゃ。じゃあまずちょっと順番に聞いていきます。まず1番なんで選びました。前髪があるのがすごい好きで選びました。逆にこういうなんか前髪上げてたりとかおでこ出したりとかは。あ、センターもめっちゃ好きなんですけど、はいはいはい、あるの方が可愛くて好きです。なるほど。前髪は他にもありますけど、セットしてる感じが好き。あー、なるほどなるほど。で1番と、はい、2番ちょっとサラサラすぎるね。サラサラすぎるのも良くない。じゃあ3番はどうですか。結構がっつりやった感じ。キャッチみたいな。キャッチ。あー、居酒屋の新宿とかの。あー、雰囲気がちょっとチャラそうだな。なるほど。で先ほど4番選んでいただいて、これは理由は。理由もう理由でもなんか清潔感あると。はい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 。なんか絶対これがいいんですよね。なんかわかんないんですけど、絶対センターパートが。あ、そうなんです、ね、トランクスヘアってですか。あ、はいはいはい、ドラゴンボールとかの。はい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 。なるほど。確かに。大事ですね。じゃあ結構街中でセンターパートをやってるメンズいたらちょっと見ちゃう。あ、見ちゃいますね。やっぱ見ちゃう。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。5番のこの結構うねうねした感じ、動かした感じは。ね、
やり遊んでそう。遊んでそう。ああ確かに。やっぱりちょっとチャラそうな雰囲気があんまりお好きじゃないかもしれない。なるほどなるほど。最後の6番は。刈り上げてってことですよね。あそうですあの3番より結構深めな。あのグラデーションのみたいな。ちょっと苦手じゃないですけど、はいはいはい、高校生感すごい差が大きすぎないそうなんか確かにこことここのなんかその2ブロって言うんですかこういうのあーみたいなはいはいはい怖いですちょっといかつい感じ、はい、あーなるほどやっぱじゃあ清潔感があるのが、うん、大事ですなるほどありがとうございますちなみに4番はあの僕ですそうなんです。ありがとうございます。いえいえ。あでも顔は関係ないんで、いやいやはい。でもいいと思います。ありがとうございます。すみません。すみません気使っていただいて。じゃん。どうでしょう。じゃあせーので。せーの。2と3。2と4。なるほど。まず1番はどうですか。もうなんかちょっと動いた感じのマッシュスタイル。まあで、さっき選んでいただいたのが2番、はい、2番は何で選びましたマッシュが好きですあこれなんか動かしてるのよりサラサラな学校にいるメンズとかもこのサラサラのマッシュ多くないですかなんか今流行ってるなっていう印象なんですけど3番とかはどうですかいかついチャラいあ結構チャラいっていう意見をよくいただきますねじゃあ4番は4番選んでいいはなぜセンター分けが一番好き一番好きなんか理由はありますか理由なんかどこがいいとか前髪上げてた方があーおでこがしっかり顔が見えてた方がいいみたいななるほど5番はどうですかチャラくない確かにチャラい、まあ、なんか雰囲気やっぱ動いてるとチャラく見える、うん、あチャラさがあんまり好きじゃないな6番は爆笑しますあじゃあいかついのとチャラいのがあんまりチャラいよ確かになるほどやっぱじゃあ清潔感あるのが一番いいなっていう感じですかね、学校で多いのってちなみにどの髪型が多いとかありますか、まあ、この中以外でも男子でマッシュかセンター分けあんま動かしてる人はいないですかあでもパーマあパーマもいますパーマ系のあそうなんですねわかりましたすいませんありがとうございましたはいということで、インタビューしましたあのほとんどね声かけた人がOK してくださって本当に撮影しやすかったですありがとうございましたでまあ結論なんか爽やかな感じ清潔感のある感じがやっぱり今の若い人女性には人気なのかなっていう感じでございました、ということでね今回の企画面白かったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします本日もご視聴ありがとうございました